こんにちは、Fスタの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというチャンネルでございます。今回ですね、バービー見てまいりました。これのね、ネタバレありレビューやっていきたいなと思います。まあもう公開からね、1週間経っちゃって、で、もういろんな動画もね、出まくってたっていうところで、もう話すこともないんじゃないかなっていう気もするんですけども、結構すごいことしてるなーっていう感じのね、映画だったんで、僕なりのね、初見の感想を話せればいいかなという感じでございます。しっかりね、エンタメ作品でありながらも、ジェンダーというか、まあ男女格差というかね、そういった問題に真正面から、挑んでる作品になっておりまして、バービーっていう、まあ、結構バジェットでかいね、作品でありながら、マテル社ですかね。はい。公式のね、許可も得てるというね、なんでしょう。まあ、公式で結構なバジェットで、しかもまあ結構夏の大作としてね、公開された映画で、ここまでメッセージというかね、問題提起してくる作品ってまあなかなかないんじゃないかなというところで、結構面白い作品だったなと思いますね。まあ日本で言うとね、炎上ですよね。本国の広報担当の人がね、ちょっとやらかしまして、っていうのもあってね、どうなんだみたいな目で見られてたと思うんですけども、内容自体はすごくしっかりしたものがあるというふうに思いましたね、やっぱり。まあ本当に、広告のせいでね、まあ見んのやめようかなって思ってた人結構いるとは思うんですけども、それでもそれ一回置いといて見てほしい作品ではありますね。っていうか今見るべき作品ですね、やっぱり。はい。映画ってね、やっぱ現在を切り取るっていうか、そのなんでしょう、現在今の私たちに問題提起というか、そういうものをしてくれるっていうね、側面がやっぱりありますんで、そういう意味でも今見るべき作品だなというふうに思いますね。あとまあマーゴットロビーですね。マーゴットロビーらしい作品だなっていうところですね。あの人、やっぱ最近ね、いろいろ、ハリウッドにおけるね、女性の地位みたいなものを結構最近発信してるんでね。実際のマーゴットロビーが発してるメッセージというか、発信してるものとも繋がってくるし、やっぱその、容姿的な部分ですね、普通に。そういうところでも、めちゃめちゃ説得力がね、あるっていうのもあって、まあ、超ハマってるなというところはやっぱりありましたね。はい。皆さんのね、バービーの感想、こちらもコメント欄でね、よければお待ちしております。それじゃあやっていきましょう。はい、でももう冒頭ですね、いきなりワーナーのロゴが出るんですけども、いきなりピンクですと。はい。もうここで、お、ちょっと面白いなという感じでしたね。で、その後に、まさかの荒野。荒野の広い家から始まっていきますね。バービーだよねこれって思いながら、劇場間違えたかなと思いつつも、この女の子がね、赤ちゃん人形で遊んでるシーンがね、こうちょいちょい連なっていくんですけども、なんか構図がすげえ妙だなと思って、女の子の座る立ち位置ですね、これが妙にこのガチッとしてるというか、劇的な、立ち位置になってまして、なんかこれ不穏な雰囲気だなと思って、もうバービーだよねと思ったら、バービーがドーンと出てくると、2001年宇宙の旅のモノリスのオマージュとしてボーンと出てくるっていうね、女の子の、まあ人形おもちゃ業界にこのバービーというものがどれだけ衝撃的だったかっていうのを、見せるやり方として、この2001年宇宙の旅のね、オマージュを使ったというのがありましたね。はい。かなり細かくやってるなという感じで、モノリス、まあ今作で言うとバービーがね、こう出てきて感化されて、この赤ちゃんの人形を壊すシーンとかね、2001年宇宙の旅のね、骨が武器になって猿がね、人間にちょっと近づいて知能を得て、争いがその後生まれていくみたいな、そのメタファーになってたシーンをうまくその現代に落とし込んで使われてたんだというところで、類似、その後の類似のモンタージュですね。骨をフワンと投げると、その骨の動きに合わせて次のカットの宇宙船がポンと乗ると。はい。でその後にペンになっていくみたいな、映画の歴史の中でまあかなり重要な、カットのつながりがあるんですけど、それもオマージュしてね、この赤ちゃん人形からバービーのロゴがポーンと出ると。これまた素晴らしい。いいオープニングだったと思いますね。これすごいっすね。いやー、おもろうと思って。どう見ても子供向けじゃないね。メタなギャグというか、そういうものがふんだんに入っていく作品なのかなと思いましたね。メタとかパロディとかね、そういうものがあって。で、だからその、やっぱレゴムービーとかね、思い出すなーという感じで、レゴムービーもなんかその、なんだろうね、パロディとか、
そういうメタなギャグとかいっぱい入ってた作品なんで、そういうノリで見ればいいのかなという感じで、ここのオープニングだけでね、この今作のノリみたいなものをここで結構表されてたなと思いましたね。で、バービーランドのシーンになっていきますね。バービーランドがどういう、世界というか国なのかっていうのをここで出していくんですけど、これもね結構めたいし、ちょっとこのディストピア的にも見えるというね、世界になっておりました。全部ピンク、カッコつきの女性らしさかな、はい。まあ、そういったものを客観的にねブラックに質も、出してたなというところで、着替えもね、もうパッケージされてるものに着替えるみたいな、牛乳を飲んでるふりとかね、そういうところもその、まあ、バービー人形で遊んでるのを、ちょっと彷彿とさせるようなね、頭のシーンになってたかなと思いますね。まあ、街ですね、街を、ドライブしていくんですけど、まあ、いろんな人がいるんです。その大統領、廃盤になった人とか、まあ、宇宙船とかね、マーメイドとかか、いろんな人出てくるんですけど、なんだろう、そのみんな女性でね、カッコつきの多様性みたいなところが、見えるというか、やっぱねこっちの世界も女性が活躍している世界で、男をですね、まあ、剣ですね、剣、仕事らしい仕事が与えられてないというか、まあ、そういう感じで、一見多様性があるように見えるんだけども、その女性しか活躍してないというね、現実の逆になってる世界、逆になってるっていうのもかなり語弊があると思うんですけど、現実を逆転させて、かなり極端にさせたような世界観になってたかなというところですね。夜になってダンスをしてるんですけども、そうするとね、バービーがね急に、死について考え出すんですけども、その場がねバーンと止まるっていうね、現実についてちょっと考え出すとこの空想の世界が止まってしまうっていうね、かなり、ディストピア的なね、その、世界観になってたかなという感じですね。まあ SF チックですね、もはや。かなりハリボテだしね、あの世界が、背景がもう全然そののっぺりとしてて、そもそもそのなんでしょうね、かなり閉鎖的なね、閉鎖空間というかディストピア的に見えるような世界というか、設計になってたなと思いますね。翌日ね、かかとが地面につくと、はい、足が平べったくなってる、つまず先立ちじゃなくて、人間みたいに普通に歩けるようになってるっていう風にねなりまして、で、へんてこなバービーのところに行くんですけども、そこ行くとね、セルライトが出てるぞつって言われるんですけど、なんだろう、その老いですよね、変化を求めてない人に変化が訪れてしまうというね、その変化を止めるために、現実の世界に行くという風になっていきますね。はい、で、そこでもね、その、マトリックスのモーフィアスよろしくね、その二択の選択、の現実を見るか、それともそれを忘れてこの世界で生きるか、みたいな、全く一緒。その現実のメタファーとして出てくるのが、ダサいサンダルっていうのが、またいいなという、その理想と現実ですよね。本当はね、こういうね、おしゃれなヒール履きたいけども、体質的にそういうのが履けなかったり、足が合わなかったりして、開けなくて結局サンダルを履いているっていう、その理想と現実みたいなものが見えて、そこもいいチョイスになってたなと思いましたね。現実の世界に行きますとですね、ケンとバービー2人ともね LA に行ったね、服装もかなり、分かりやすいなという感じで、かなり80年代のね、独特の何柄あの感じだし、むちゃくちゃ派手なローラーブレードですね。あれ多分、まあ、うちの実家にも昔あったなっていう記憶がありますけども、工事現場のねおっさんたちに絡みに行くと、もうむちゃくちゃセクハラされたいね。バービーから見ると現実社会がすごく居心地が悪いというか、でも、まあ、もっと言うと女性から見るとそのなんでしょう、現実の世界ですね、もうこんなに嫌な感じなのかみたいなところがめちゃめちゃあったなと思いましたね。はい、無意識に女性に向けてる加害性がある、視線みたいな感じですかね。はい、まあ、そういうものがここで描かれてたかなと思いました。で、バービーとねケン2人で二手に分かれてね、その元のバービーの持ち主を探しに行くんですけども、ここでねケンがアメリカ的マッチョイズムな思考というか、なんでしょうね、家父長制度というか、まあ、そういった男性社会というか、まあ、そういったものに触れてね、めちゃめちゃ目覚めていくという感じになりますね。まあ、ここも面白いのが、その逆になってる、普通の映画と逆転しているっていうのが面白いところだなと思いましたね。まあ普通の映画っていうのもあれですけど、女性がね社会に出て、まあ、カッコつきの女性らしさみたいなものから解放されて、自分らしさをこう追求していくとか、
そういうものを、求めて成長していくストーリーみたいなのはハリウッド映画ねよくあると思うんですけども、まあそれをね逆転させて、まあ、男がそのマッチョイズム、男らしさみたいなものに感化されてこう成長していくみたいな逆転の発想になってたなと思いますね。だけどちょっと違うのが結構有害性があるというか、剣が影響されたものが結構有害性があるなっていうところですね。まあそこがちょっと違うというかブラックジョークになってた部分かなと思いましたね。そのさらにマッチョリズムのその象徴として出てくるのがスタローンっていうのが確かに否めないっていうところでしたね。まあ僕はスタローン好きなんですけど、やっぱねロッキーとかね僕は大好きなんで好きなんですけど、確かに他の作品ねコブラとかね、あとはまあランボーもまあ1はまあ例外として、他の作品は確かにそういうマッチョイズム的なところはまああるかもなとか思ったりして、そのバービーたちがねこの LA に来た時の服装もそうですけど、80年代っていうところ、それをマッチョイズムを代表する、人として出てくるのがストロンというのはかなり納得だなというところでございました。マッテルシャーですかね。マッテルシャーの描写もね、もう男しかいないんですよね、完全に。あそこもかなり、なんでしょう、ディストピアですね。男しかいないし、なんならあの社長、ウェルフェレルのね、俺たちシリーズでおなじみの人ですよ。はい、あの人の社長ですね。あの人が言ってることに全員こう、うなずくみたいな感じになっててね。かなりディストピアだねっていう、またその感じ。まあ一個の意見しかない感じというか、それがかなり怖いなというところですよね。で、しかも、バカだというね。あれがまさに家父長制度か。家父長制度であるにもかかわらず、一番上がバカっていう、どうしようもない感じがあったなというところですね。はい。で、バービーがね、学校に行きますと、その、なんだろう、瞑想してた時に、見かけた女の子がね、いて、あ、この子が持ち主だろう、つって、その子の方に行きますとね、めちゃめちゃに叩かれまくるっていうね。なるほどなって感じ。まあ普通に笑えるんですけども、フェミニズムを50年後退させたとか、女の子の理想っていうものを決定づけてしまったみたいなね、ブロンド白人でスリムみたいな、そういうね、まあルッキズム的な話にもなったりして、まあバービー自体はその女の子にね、その勇気というか、その自分らしさみたいなものを、そういうものを伝えていたつもりなんだけども、そう、実際はそういう問題があって、その日本としてはそのバービーのバックボーンみたいなものは全然知らなかったんで、あ、そういうのがあるんだと思ってね、かなりびっくりしましたね。このバービーの功罪というか、バービーが改革したこともあれば、その裏で生まれた問題みたいなものもあるというね、かなりその客観的にバービーを見てる作品だなという感じがここでしましたね。っていうか、これ公式でバービー、まあ、マッテル社ですか、公式ではあるにもかかわらず、ここまで批評的にね、バービーのことをこう客観視してる映画って、かなりすげえことをしてるなというね、感じ。マテル社の懐の深さもかなり感じるというか、だし監督のねグレタ・ガーウィグのその懐の深さもかなり感じるなというところで、このねシーンでかなりたまげたなというところですね。はい。だそう、この現実に行くシーンからねかなりギアチェンが入ってきて、この話のツイストをかなりしていくなというところで、かなり、これ楽しめましたね。はい。いろいろありまして、マテル社にバービーが捕まるんですけども、なんとか抜け出しまして、そしてなんか創設者の部屋みたいなとこ行きますよね、バービーが。それもなんかマトリックスのあの預言者のところね、あそこに行くシーンっぽい感じの部屋になってるなっていうところもあったりしね、まあそういうのもありつつ、なんとか抜け出して、あのお母さん、女の子のお母さんの車に乗りまして、なんとか逃げ出すというところでバービーランドに帰ってきますという感じになりますね。でバービーランド帰っていくと、めちゃめちゃ違うというか、あの剣に牛耳られてるっていうね、ドリームハウス、バービーの元の家ね、あそこが、めちゃめちゃなんだろう、男らしさに溢れてるというか、あの西部劇に出てくるようなあのバーのドアみたいなやつとか、あとまあ馬の映像とかね流れてたり、あと何サンドバッグがあったりしてね、もう完全なマッチョイズムみたいな感じの家になっててね、これはまあブラックだなという感じで、
面白かったですね、うん、壊れてしまった、バービーランドですね。ここを県にいろいろ言われてね、落ち込んだバービーですね、これと共にね、ヘンテコバービーの家に行きまして、でこのバービーランドをね取り戻すためにどうすればいいんだっていう感じになって、ここでねお母さんの演説が始まるんですけど、ここがね凄まじいですね。ここが一番のパンチラインというか、この映画一番の、説得力というか力のあるシーンになってましたね、うん。撮影もそうだし、そのお母さんの演技もかなり良かったなと普通に思います。で男社会でのね、女性が持っている不平不満というか不公平な男女格差みたいなものをここでバーッと言っていくんですけども、言ってることはそのまんまなんですけど、僕としてはまた思うところがあって、僕もねやっぱその映像業界にいる人間なので、そのやっぱね、どうあがいてもブラックなんですよ、はい、映像業界ですね、はい、まあ皆さんご存知だと思いますけども、まあそういうブラックな業界にいるっていうのもあって、やっぱこのなんでしょう、そっちの風に聞こえたというか、僕としてはね、やっぱその不公平な部分はこの業界あるんですよね。やっぱその、やっぱ AD だったらね、そのもうやることは恐ろしく多いと、あれもやってこれもやってこれもやると、でディレクターとかプロデューサーとか、まあ、上の人たちは、まあ、結構楽してるみたいなところも正直ありますよ、はい、っていうところとか、まあいろいろね、その不公平だなって思うところは僕としてはあるんですよね。っていうのがこのお母さんのね演説に、僕が業界に持ってる不公平だなって思うところと、お母さんの男女間での不公平だなと思ってるところがなんかすごいシンクロしてね、ここはねめちゃめちゃ納得というか、うわマジでそうだよなっていうのが僕なりにそう受け取ったなというか、みんなそれぞれの持っている問題に置き換えて、見れるシーンになってたなと思いますね、はい、だから本当にここは、まあ、男女問わずね、いろんな人に突き刺さるシーンなんじゃないかなというところですね、はい、素晴らしいシーンでしたね。でこれでね洗脳が解けていくという感じになって、で、あ、じゃあこれを使って剣のね洗脳、マッチョイズムの洗脳を解いていこうっていうね感じになっていくんですけど、この作戦がまたね、僕としてはねここむちゃくちゃ耳が痛かったですね、はい、おとり作戦だっつって、男がそのおとりに話をめっちゃ熱弁してる間に、そっちの違うこっちの横にいるバービーを連れてって洗脳を解くというね、作戦なんですけども、まあ、本当に一番やばって思ったのはゴッドファーザーのシーンですよね、はい、バービーとケンがね、ゴッドファーザーを見てると、でそうするとこっからねまた別のバービーが来て、この作品ってどういう作品なのみたいな、何が言いたいのみたいなことを聞いてくるんですけど、そうするとねもう席を切ったかのように、こう、いやこのゴトワザっていうのはみたいな、コッポラのこういう美意識がみたいな、そういう話をしだして、うわこれはマジで気をつけないと やるぞっていうか、多分やったことあるなっていう、めちゃくさってきましたね、このシーン。特にゴッドファーザーじゃなくてもね、このちょっと前だとダークナイトのね、熱弁する男みたいなのがちょっとなんかネットミーム化みたいなちょっとしててね、こういう人いるし、僕もね普通にやりかねないというか、多分やったことあるし、てかなんなら僕一人でね映画見に行って帰ってきたら、奥さんにその映画の感想をなんとなく毎回話してるんで、あ、それとか気をつけなきゃなっていうのを、めちゃめちゃ思いましたね、はい、でまあ極めつけは浜辺でバービーの目を見ながらギターを弾くっていうね、ギターを弾いて歌う剣っていうね、これがまたねやばいマジでありがちっていうか、そのしかもそのライアン・ゴスリングの歌も、歌の感じがね結構80年代の、ハードロックっぽいというか、なんでしょうねなんか結構しゃがれてる感じの歌声になってて、でなんかギターのコード進行とか、なんでしょうね、なんか全体的な雰囲気が80年代のねハードロックのバンドがアコースティックでやった曲みたいな感じがあってね、それもちょっとその居心地の悪さがあったなと思いました。で、の剣道士をね仲間荒れさせて戦争させるんですけど、そのなんでしょうね、戦争で、まあ、戦うシーンのところもなんか、海からね剣がこうやってきて、ライアン・ゴズリンがねこうやってくるっていうところも、そのなんでしょう、ノルマンディ上陸作戦をね彷彿とさせてね、あのプライベートライアンっぽいなとも
思ったりしてね、はい、でその戦いがあってそっからシームレスでダンスシーンになっていくと、あのダンスシーンがね非常に良かったですね。剣のアイデンティティって何なんだろうみたいな歌になってましてね。でさらにそのなんだろう、そのまあ取り方というか、まあ真上の俯瞰からねこの体型を見せるような絵もあったり、横並びのこの動きとかを見せるのもあったりしてね、かなり、僕としてはね結構面白い、楽しいシーン、楽しいというかまあ見てて楽しいシーンになったなと思いましたね。やっぱライアン・ゴスリングね、あのララランドでね結構、体を動かしてね歌ったり、歌ってたっけなあれどうだっけな、はい、まあ、体を動かせるっていうのはねもう確証済みなんでね、はい、素晴らしいです。はい、男たち、ケンたちがね戦ってる間にもう投票を終わらせてバービーがバービーランドを再び勝ち取るという風になっていきますと、ケンがねドリームハウスに行きますと、バービーがもうこの政権は終わったのよみたいな感じでね言いまして、やっぱねケンにどうしてもやっぱ感情移入しちゃうなっていうところは僕としてはありましたね。そのなんだろうね、まあマスコット的というか、まあそのおまけとしてね扱われていた剣が、まあ間違ってると思うけど男らしさ、うん、まあ自分らしさみたいなものを見つけて、まあそれは間違いだったんだけど、その間違いを認めて、なおかつ剣、俺は剣なんだと、自分のアイデンティティとしてその元々の立場っていうのを愛すっていうのが、うん、なんかすごくいいキャラクターだなと思いましたね。まあ全体的にね、まあ中盤ぐらいからねフェミニズムがすごい前面に出てきてるなという感じがあったんですけども、この剣がね単純に悪者として描かれてないというか、普通に魅力的なキャラクターなんで、だし最後のね決着っていうのもあって、単純にフェミニズムを押し付ける映画じゃないっていう風になってて、そこもなんかうまいというか、なんか現代らしいね、着地だなと思いましたね。そのもうただただ女性が立ち上がれみたいな感じの映画じゃなくて、ありのままですね、そのありのままの自分を愛するっていうところですね、そこに帰っていくっていうのが、うん、この作品の良かったところかなと思いましたね。はい、結構こういうテーマ扱うとね説教臭くなりがちですけど、だけどもこのなんだろう最後の剣の着地っていうのは説教がましくなくて、まあ、キャラクターを愛している着地だったなというところですね。そこがあって、そこが良かったポイントかなと思います。で、バービーですね、ここからもう人間になっていくと、人間になりたいという風になっていくんですよね。これがまたね、まあ、剣とは逆で、剣は剣であり続けるっていうのが、アイデンティティであって、そうなりたい自分っていうのがあったんですけども、逆にバービーはバービーとしての自分じゃなくて人間としての自分になりたいという風になっていって、まあ、序盤のねセルライトを見て、変化に怯えるバービーだったのが、変化を求めるようになっていくラストっていうのもいろいろここまで経てきたからこその決断だったなというふうに、しっかり思えたなと思います。はい、で最後にね、いっちゃ最後産婦人科に行って終わるっていうのも、母になるっていうこと、子供を持つっていうことの女性だけが持ってる特権ですね、そこを求めて人間になったのかなっていうのがあったなというところ、それを思いましたね。はい、っていう感じですね。やっぱね本当に攻めてるし、ちゃんとエンタメしてるというか、うん、そのなんだメッセージを抜きにしても普通に笑える作品になってたし、いやかなり普通にいい作品だったと思いますね。ただなんでしょう、まあ僕が信頼してるね人たちが、まあ、めちゃめちゃみんな絶賛してたんで、ものすごくハードル上げちゃったんですよね、僕自身的に、個人的にね、ちょっとハードル上げすぎたなって気はしてます。はい、うん、そうですね。まあまあでも全然楽しみましたっていうところですね。はい、次回はですねクロネンバーグの新作クライムズオブザフューチャーですね、こちら見てまいりましたんで、これのレビューやっていきたいと思いますね。はい、よければコメント高評価チャンネル登録お願いいたします。それじゃあまた。